そういえばね、謎だった宝箱2つの場所が分かったんですよ。ちょっとそこを取りに行こうかなと思っておりますね。そういえばこの掃除機って使えるのかな？その砂を覗き取るのに。ということで最初の入り口の方のやつなんだけど、ちょっと降りて。この横から行ける道があるんだよね。で、ここに宝箱があると。毎回入ってるのちょっとランダムなんだ。この前来た時別のやつが出てきたんだけどね。一回じゃあセーブして、なんか欲しいものが出るまでまたリセットしてやるっていうのをやってた方がいいのかな。あとこの目の前の塔のところですね。この塔なんですけど、こっち側のね、はしごで上まで行けるように設置したところからうまいこといけるんですよ。次にこれも回収しておこうか。今後ね、なんか機械くん使う可能性だったらしね。とりあえずこれ上がってっか。で、真ん中あたりのところで、まあここで降りようか。あ、早く降りすぎてたわ。とりあえず、必要ない君は倒して、このワイヤーが出てるでしょ。そこをうまいこと使っていくんですよ。ここだったか。別に降りなくてよかったか。ジャンプで降りて。ワイヤー、危な。まあ、こんな、危ないやり方せずにワイヤーの伝っていけばいいんですよ。こうやってぐーっと行くと塔のてっぺんまで行けるわけなんですよ。慎重にね、行って。で、ここに来れますので、ここに宝箱があるんで、もらっていきましょう。なんだ、北極熊。ここはいつも同じやつがあるのかな。これで一応ね、宝箱は全部取ったかなって感じだね。わこわこ。一応ダッシュしても大丈夫か。これはね、確かこっちから頑張って登っていけたかな。まあ上から落ちててもどっちでもいいね。じゃあそんな感じで宝箱も全部ゲットという感じだね。忘れずに。ついでに馬もね、ロンロンという名前に変えてきましたよ。一応、ルーンファクトリーじゃないし、なんだっけ？ゼルダの伝説のロンロン牧場をイメージしました。馬はね、茶色じゃないから、名前にはね、しなかったんだけど、茶色のね、いい馬がいたら、名前を別のに変えていこうかなと思いますね。ここにもある。今後なんかクズをいっぱい使う可能性もあるからね。なんかアリも2種類いるらしいですね。知らなかったんですけど。なので珍しいアリの方を倒さないといけないみたいでしたね。疲労か。疲労に影響されないと書かれてはいるけど、結構影響されてたな。これもいろいろじゃあ加えて。で、化学肥料も加え。まあ、あとは家の中をちょっといろいろ模様替えしておこうかな。で、2階のアトリエを作っていかないと。まず、これは、回収して、これは枠に入ってるタイプか。北極熊は？ラジオの看板なのかな？こういう、
アップデートされてるから変なやつはなんかバグなのかな、どう飾ったらいいのかがわからなくなった。一応これも回収して後で考えようか。で移動をして9で方向を変えて、で壁でいろいろなシリーズにしようかなと思って、でこれ前作のキャラクターが映ってるやつだね。な、真ん中の水色のってハイジのことかな。まあいいや。あ、ルシアンジョの写真で、これも一応写真だから隣に飾っといて。若干サイズが違うな。で騎士も一応なんか誰かをモチーフにした感じだね。これは名作か？あ、名作なんだ一応。これ場所変えて、隠れてもいい場所にしておこう。で、これはポルティアの写真だね。前作ポルティアの墓だね。で、じゃあここら辺に名作シリーズを飾っておこうか。あー、大きい鷹。で、パンダ。パンダだけでかい。そうか、でかかったか。でかいんだったらこっち側にすればよかったな。まあいいや。空き場所に置いたという感じだな。よし。そんな感じで、中の荷物もスッキリしたね。で、これで、届いてるからこっちの解除もしていこう。ヤークボイの角飾り。繊維くずもね、何に使うんだろうね。あとあとなんか出てくるのかな。ああ、あと、布のところに入れちゃおうか。繊維くず。これも入れとこうか。硬化した、なんとか。これは丸太から出てきたのか。じゃあ、木材のとこに入れとくかな。で、新しい土地が出てきて、いろいろなことができるようになってきましたね。あと、服か、マントか。39だから、こっちの方がいいかな。切る。防御ポイントが全然変わってくれない。あと、ツルハシも売りたいわ。もう23時だから、いろいろやってないな。まず、未来の、ああ、なるほど、そっちがなくなるのか。運がなくなるのと、これは、スタミナが変わってくるのと、防御ポイントが変わるのは、まあ、防御ポイント変わってもいいかな。ん？あ、場所がなんか関係してるのかな。まあじゃあ、このままでいいか。え、この角を、ここにでも飾っておこう。あれ、ここではショールーム保存してなかったっけ？いや、ショールーム、保存はしてたな。あ、前のやつがなくてもいいだろう。さあ、じゃあそんな感じで、お、カンタロープも収穫できるね。どうしようかな。まあ、また植えとくか。高級なメロンですよ。ウォーターメロンってか。
ウォーターメロンじゃないな。普通のメロンだな、これ。さあ、じゃあ時間もいい感じですね。寝ていきますか。寝ていい。オートセーブしました。さあ、ということで、なんかね、今回のアップグレードはここまでみたいですね。あなたは現在のアーリーアクセス版のメインストーリークエストをすべてクリアしました。開発中にメインクエストの更新も続けていく予定です。引き続きサンドロックでは商業ギルドからでいろいろなことがありますよということで。まあ、レビューも一応しておいてくださいねっていう感じで来るわけです。で、一応ね、メールが来てるんで、一応メールも読んでいきましょうか。民兵団からは、なんだったっけ。ちょっと見てるんですよね、ここら辺も。なので、翻訳しながらちょっと見ていきましょうか。なになに？ええ。全長チェックとクリーンアップの後、モール、洞窟廃墟は現在営業中です。モグラのところね。モグラの洞窟が。さらに、リソースを入手したいときはいつでも進んでください。いつものように小学管理ができます。あ、お元気で。ああ、なるほど。民兵団がいろいろ、なんか、ゲットしてくれるやつだね。で、ここら辺はまあ、英語だけど全然わからないし。あと、開発チームから来てるんですよ。どうも皆さん。今回のバージョンアップで美容整形機能を追加しました。モグラの洞窟をクリアした後、魔法の鏡ロジーと話すと美容整形ができます。次のアップデートをお楽しみにということで、散髪屋さんに行くと、肌の色とか目の大きさとか変えられるようになるんですよ。まあ、できるときにやっておこうかなっていう感じですね。あとは、母からの手紙は何だろう？何々？親愛なる運転。結局、ムサがあなたを支持することに決めたと聞いてとても嬉しいです。あなたを心配していた瞬間があったことは知っていますが、まあ彼はあなたの中で他の人がしていることを見るでしょう。サンドロックへの道かな？あ、ポルティアの道、それは別のことです。自由都市はより多くのつながりを持とうとしているようです。そしてニュースをチェックしているかどうかわかりませんが、最近ポルティアにも多くの開発が行われています。鍋をかき混ぜたくないのですが、あ、鍋？彼らはあそこに本当に良いビルダーを見つけたようです。まあ、なんか更新されたらこれも日本語になるかな？ウェルって書いてあるね。真のダークコース、彼らは、ホルティアかな？が、いくつかの財産を残し、ハンマーを手に取ったため、ポルティアに引っ越したばかりです。今では彼らが周りで一番ですが、お二人がいくつかお会いできるかもしれません。それは興味深いことです。道路の調子はどうって。まあ、道路の調子ね。に変身か。で、なんだいなんだい？すごく今、うまくいくよ。で、二番目が、本当に大変なことになる。後者になる奴らと付き合いたくない。ボルティアか。まあ、一つ目のは、まだ初期段階ですよ。送っちゃった。まあいいや。また、ね、新たにやるときに。まあ、返信をしようかなという感じだね。じゃあ今日はこんな感じで終了かな。まあまたいろいろなことがあると思うけど、そこら辺はアップデート待ちっていう感じですね。ポマトを植える前にこれを植えて。よし。あと水色になってるところあった。
あるけど。ああ。これはもう役メルステーションか。ああ、設置するといい機械だから。またアップデートあった後に設置しようかな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。